どうも、トモズルです。はい、ということで本日もこちら、雑談動画のお時間でございます。毎日いろいろなテーマに関して私がおしゃべりしていくこちらのコーナー。本日はね、コメントにてテーマのリクエストをいただきました。いじめはいじめられる側も悪いか。これについて話していきたいと思います。で、このテーマを話していく上で、話がブレるといけないんで、いじめとはそもそもなんだっていうところについてね、話していきたいと思います。いじめと喧嘩とか、いじめと言い争いが何が違うのか、これちょっと調べてまいりました。ウィキペディアより、いじめとは、肉体的、精神的、立場的に、自分より弱いものを、暴力や差別、嫌がらせなどによって、一方的に苦しめることであると、定義されております。あれですね、1対1でもいじめになるんですね。自分よりも、弱いものに対して一方的に苦しめること、これがまた喧嘩と違うところで、1対1でも複数人対1でもいじめは成立し、かつ弱いものに対して一方的に苦しめることがいじめであると、いうことでございます。たまにね、こうテレビとかこういろんなところで聞きますよね。いじめられる側にも原因があるみたいな言ってる方いらっしゃるんですが、まあ、はっきり言うとそう言ってる方は頭がおかしいのかなと思いますね。そのいじめられる側にも原因がある、それはこう弱者たるゆえん、例えば足が遅いとか反応が鈍いとか、こう喋りがちょっと変だとか、まあいろいろあると思うんですけど、その人間ね、誰しも完璧な人間なんていなくて、短所だったりこうダメな部分っていうのがあるわけですよ。反りが合わない部分とか、人間全員がね同じわけがなくて、まあ中にはねこう足の遅い人もいますし、こう反応がとろい人もいますよ。で、私も短所たくさんあります。人間みんな短所を持ってます。で、そんな中でその短所につけ込んでね、自分より立場が弱い、その肉体的に精神的に立場が弱いものに対して、いじめをするっていうのはね、すごく良くないことだと思いますし、いじめられる側に原因があるなんて、そもそもお話にならないと、思っております。なんで今日のテーマ、いじめやいじめられる側も悪いか、これに関しては、答えはノー、いじめられる側は悪くないと、答えておきます。まあ、ここまでは、まあ、正直100人に聞いて99人以上は、いじめられる側は悪くないって言いますよね。まあ、当たり前だと思います。で、こっからが、私ドズルの話したいことなんですけど、いじめってね、私も実は学生時代、まあ、ちょっとね短い期間ではありましたが、こういじめられてたっていうか、まあ、からかわれてたっていうか、まあ、多分いじめられてたと思う嫌な時期がありました。で、学校に行くのも本当に嫌だし、そいつらと顔を合わせるのも嫌だし、私の場合はね、こう親友の N 君がそいつらをボコボコにしてくれるっていうウルトラCで解決したんですけど親友が喧嘩強かって、解決したんですが、まあ、でもそれでも短期間とはいえね、すごく嫌でした私は。で、今日話したい話は、でもいじめって学生時代特有のものではなくて、社会に出てもあるよっていう話をしたいと思います。大人になってもね、ありますいじめは正直。例えば反りの合わない上司に嫌がらせをされたり、あとは仲の悪い同僚に足を引っ張られたり、嫌いな、お得意先にね、いろいろ言われたりやられたり、まあそういったことは今後ね、多分社会に出ても皆さん経験することだと思います。人生でこう人間関係で嫌な思いをせずに過ごせる人なんていないと思うんですよね。絶対にみんな嫌な思いをどっかしらで受けると思うし、まあ、そうしてくる人間はいますよ。正直人のあらを探したり、人の嫌味を言ったり、裏口を言った陰口を言ったり、まあ、そういうのが大好きな人間はたくさんいます。いるんですけど、そういう人たちに対してやっぱりこう自分の心を奪われるのが嫌だなっていう考えが私の考えですね。なんでそのいつも私もね、 YouTube に動画を投稿してて、で結構 YouTuber の人たちと飲んだりこう おしゃべりしたりすると、まあ、アンチの話ばっかりする人がいるんですよね。でもアンチって別にアンチっていうのはこう批判ばっかり言ってくる人ね。でアンチにこう時間使うならファンに時間使えよって私は思うわけですよ。それと一緒でこうそういったあなたをいじめてくるような人たちにこう心のね余裕を奪われるんだったら、素敵な友達だったり、まあ、親友だったり仲間だったりを見つけることに、まあ、時間を使った方が有意義です。で、これをね、まあ、綺麗事なんですけど、
結構考え方を変えるとね、楽になると思います。いじめられてる時とか、こう自分が受けてる時って、もう本当に世界はそこ、なんかそれだけで、もう本当に人生終わったみたいな状況になるんですけど、そうじゃないよと。そこをもうふんふんと、聞き流してというか、まあ、いじめてくる人たちはね、自分の人生には得があることは絶対ないんで、その相手はね、いじめっ子たちと、今後ね、すごい素晴らしい何かを達成することはないです、絶対に。なんで、その人たちとの、こう、いざこざにね、メンタルをすり減らすよりも、自分の好きなことだったり、趣味だったり、部活だったりに一生懸命になって、でそこで仲間をね、見つけると、まあ、素敵な友達になるんじゃないかなと思います。なんで、もっともっとね、こう視野を広げてじゃないけど、まあ、正直、もういじめたり、いじめられたりとか、一生なくならないと思うんですよね。どんなに、こう、誰が何と言おうと。だって昔からあるもん、絶対昔からある。江戸時代も平安時代も絶対ありましたよ、いじめって。本当に近代いじめっていう言葉ができてきただけで絶対昔からありました。そういうもんです、人間は。やっぱりなんでね、そこも含めてやっぱり自分のこう嫌いな人間に時間を使うよりは自分の好きな人間に、まあ、時間を使える、人間になってください。他人を変えることはできないけど自分を変えることはできるんで、まあ、そういったところでね、ぜひ参考にしていただければなと思います。ということで、本日の雑談コーナー、こんな感じでちょっと話は逸れてしまいましたが、終わりにしたいと思います。また明日も何かしら喋っていきたいと思いますので、ぜひともテーマとかね、コメントで送っていただけると幸いでございます。ということで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。